ハロー。今日は自分のお部屋からこんにちは。ちょっと結構声が響くけど、まあいいや。今日っていうか、今ちょうどアメリカの大学では卒業シーズンで、でその1年前の今日ね、5月12日に、まあ、うちもカンザスにある大学を卒業しました。もう1年経ったんだ、早い。で、まあ日頃から結構その留学とか編入、大学、アメリカの大学に編入するとか、そういう感じの質問をちょくちょく受けてたので、だからまあ留学についてのビデオを作っていくことに決めました。でそれが今日このビデオが1発目。というわけで今日はまあ一発目やし、そのうちのざっくりした留学の話とか、あとその留学中にその同じ大学の後輩から何人かからこう時間の使い方についてもうまあ聞かれたりしたから、まあそういうのもシェアしようかなと思ってます。じゃあ始めましょう。Can I trust my emotions? Is it the heat of the moment? Cause my heart just exploded. How I chose my university. どうやって大学を選んだか。これはまあそのうちが福岡の大学に通ってる時に、その大学の姉妹校がそのカンザスにある大学で、だからうちはその大学選ぶっていうよりもその姉妹校、その自分がもともと行ってた大学からその姉妹校に編入した。だからまあその学校選びとかを全然そういうの時間使ってない感じ。What did I study in my university? 大学で何を勉強したか。これはまあその2つ主にあって、で1つ目がその自分の専攻科目、メジャーっていうけど、その専攻はアートヒストリー、日本語で言う美術史だから、美術の歴史について勉強して、でマイナー、その副専攻みたいな形で、そのアプライドメディアっていう副専攻で、でその PR の勉強したり、あとそのフライヤーのデザインとか、まあグラフィックデザインの勉強をしました。What did my life look like as a college student? アメリカの大学ってどんな感じ？アメリカの大学生活ってどんな感じ？っていう質問に関しては、でもこれは本当人によると思うけど、まあうちの場合はだいたいその一つのセメスター、一つの学期に取るクラスはまあだいたい5個とか、多くて7個だったかな。まあでもだいたい5個ぐらい。でそのクラスの他にも、インターンしたり、あとオンキャンパス、大学の中にある美術館で週4ぐらいで仕事っていうか、まあ本当バイトみたいな感じで働いたり、あとその留学生向けにそのイベントを企画するみたいなグループにも所属してたから、まあそれ月2回ぐらいそのミーティングがあったりとか、でまあ大体平日はそういう感じで、そのクラスとそのクラス以外のアクティビティで、空き時間にはジムに行ったり、あと勉強したり、で週末はなんか結構いろいろホストファミリーがおったけん、ホストファミリーとご飯行ったり出かけたり、あとなんだろう、友達とハウスパーティーしたり、ハウスパーティーってもなんかその同じアパートに住んどるけん、誰かが料理作って、でそこに食べ行って、でその後みんなで音楽聴いて踊ったりみたいな感じで、あと日本人の子も、まあ、何人か友達おって、でなんかその子たちとはなんかあの学校のその空き地みたいなところで野球したり、なんかまあ田舎だったからその遊び行く場所みたいなのもそんなんなかったっけ、逆になんかそういうシンプルな生活、勉強して外で遊んでみたいな、そういうシンプルな生活を楽しみよったかな。Chips on time management で時間の使い方について、これは結構聞かれた。っていうのもそのうち 5個クラス取ってた他に、そのね、イベント企画のグループ行ったり、インターン掛け持ちしたりとか、結構まあ忙しいっちゃ忙しい生活してて、でもそれでも勉強は手に来たくなかったけん、その勉強成績もきっちりキープしてて、で多分そういうのを見て後輩たちがどうやって時間使ってるんですかって聞いてくれて、でまあこれでも当たり前かなって思うかもしれんけど、でも一応その4つぐらいそのポイントがあって、で1つ目がそのやることを全部書き出すこと、2つ目が、クラスの中、取ったクラスの中で優先順位をつけることで、3つ目がそのオンとオフで、4つ目が睡眠、まあこの4つを意識すればその留学生活楽しいもの、
充実して楽しいものになると思う。まあとりあえず一個ずつ話していくね。でまず一つ目のやることを全部書き出すっていうのは、まあ、うちその MacBook 使ってる人は分かると思うけど、そのメモ帳機能があるやん。でうちあのメモ帳機能の大ファンなんよね。っていうのもその、まあ、いろんな機能があるんだけど、そのメモ帳機能を使って、でそのやることを全部打ち込んでいく、そのメモ帳の中にね。でうちそのクラスの中で そのノート取るときとかも全部ラップトップ使いよったけん、先生がじゃあこの宿題いつまでって言ったときに、もうそのままそのメモ帳開いてで書き出すって言って、でそんな感じでそのクラスでの課題とか予習とかそういうの全部書き込んで、でそれ以外にもなんかその自分が所属してたグループとか、あと週末やりたいこととかも全部そういうメモ帳に書き込んで、とりあえずその自分がやらないといけないことをやりたいことをもう全部目に見えるようにこうやってメモ帳に書き込んでた。でこれは結構別に卒業した今でもやることであって、まあそのメモ帳アップルっていうかその MacBook 使いよる人向けだけど、まあ、メモ帳の使い方についてはあの次のビデオというか違うビデオで紹介していこうかなって思っとる。で2つ目 その自分の取ってるクラスの中で優先順位をつける。でこれに関しては、まあ、例があって、例えばうちやったら5個クラス取っとうとするやん。そしたらそのうち2つはアートヒストリーで、1つがマスメディアで、この3つは自分の専攻と副専攻のクラス で自分がフォーカスしたいクラスで、残りの2つは、何でもいいや、ジオグラフィーとかソーシオロジーとかで、この2つは別に自分の専攻とは全く関係ないけん、ただその卒業に必要な教科であって、でその何にフォーカスするってなった時に、やっぱりフォーカスしたいのはその自分 の専門科目の方にやっぱりその時間かけてリーディングしたり宿題したりで、その時間かけたいクラスね。だからそのどうやったらそのあまりエネルギーと時間を使わずにその残りの2つソーシオロジーとジオグラフィーをパスできるかっていうのをすっごい考える。で3つ目のオンとオフをつけることと、あと4つ目の睡眠時間、まあ似たようなもんなんやけど、でもとりあえずこの2つのことで言いたいのは、やっぱり人間はなんかその動物であって、もう24時間365日ずっと本気モードで頑張るみたいな多分できんくって、手は普通に無理と思う。だってうちも最初その編入、その日本の大学からアメリカの大学編入した時、やっぱ留学最初で勉強頑張りたいと思うけんすっごい頑張る。もう朝起きてで夜寝る時までずっと勉強して、でほんとオールとかも1回2回して、でそしたらその留学始まって2、3ヶ月ぐらいでそのあのメンタルブレイクして、でなんかもうわーってすごい泣いたかな。でまあそういうのをちょっと経験して、やっぱオンとオフって大事やなってすごい思って、でその留学中も それ以降はね、メンタルブレイクした後はそのやっぱオンとオフをはっきりさせようって決めて、だからその平日は勉強頑張るけど、その平日勉強頑張るって言ってもこう30分息抜きしたりで、たまにはジム行ったりで、ご飯食べるときは友達と食べたりとか、そのずっと勉強も大事やけど、その脳の中がずっと勉強モードになっとったら多分疲れてしまうから、その日頃のその一日ある時間の中で本当30分とかちょっとでもいいんだって、ちょっとでもその勉強からその脳を一旦こうなんていう、とりあえずその勉強モードの脳をちょっとリフレッシュさせるっていうのを意識して生活するのはやっぱすっごい大事だと思っとって、だからその睡眠も大事、その脳を休ませる意味でね。でそれこそその平日は勉強するけど週末はその友達と出かけたりとか、やっぱそんな感じでオンとオフつければその脳も疲れにくくなるし、あと逆にそのだらったら長時間長い間勉強するよりも、なんかこうこの時間この時間この時間ってこうちっちゃく区切って勉強する方が結果的に効率よく勉強できたり、脳にちゃんとこう情報が入りやすくなったりする。だから本当オンとオフをつける習慣で、そのオンとオフにつけかオンとオフ
をつけるなんてつけ方っていうのは多分人それぞれであって、でうちはその人と会ったり人と話したりすることで結構なんかこうリフレッシュされたりとかそのするタイプやったけん、そのちょっと休みたいなと思ったら友達に話しかけて行ったりとか、あとご飯食べたりとか、まあそんな感じでしてたけど、その自分がどうやったらこうリフレッシュできる、その脳、自分がどんな風に脳を休ませるかっていうのが分かるんだったら、積極的にそれもその自分の留学生活の中のその時間にこう組み込んでいった方がいいと思う。まあ以上、今回のビデオでは本当にざっくりやったけど、うちの留学生活の話とか、あとその時間についての話し方についてお話ししました。で、次のビデオではその勉強についてのお話をしていきたいなって思ってるから、まあそっちも見てね。で、あとその留学に関する質問とか意見とかそういうのがあったら、なんかそのコメントでも何でも教えてくれたら、それもビデオになんかそのシリーズ作のビデオとしてにの中に入れていきたいなって思ってるから、まあコメントとかメールでも何でも教えてください。で、もしこのビデオが少しでも役に立ったら Thumbs up、 いいねしてね。それじゃあまた次のビデオで会いましょう。アディオース、バイ。